え、名前どうしたの？ちょっとこれ名前何なんですか？あ、僕、はい、最近よく あだ名が増えました。あまりけんっていう名前が。狙わずに狙ったってこと？あまりものチームってことですか？じゃあプリロは2人に選ばれましたけどね。お疲れ様です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 。お願いします。リーダー来てないっすね、まだ。いや、今日はね、リーダーが聞かなきゃいけないことがあるから。どういうやっぱどういうね、あれがあってこのチームになったかっていうのはやっぱ。ああ、それをね。ドラフトでじゃないですか。ドラ、お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか質問があるらしいんですけど、アリチョンさんから。やっぱ絶対聞かなきゃいけないなって思って。名前どうしたの？ちょっとこれ名前何なんですか？僕、はい、最近よくあだ名が増えました。あまりけんっていう名前が。あまりけん、ちょっと語呂悪い？はい、もしかしてどういうこと？ついてまして、あまけん。まあまあまあ、これはね、まあセロスと俺がね、やっぱ、まあまあ俺も一応、まあ、うん、そう、あ、そう、え、そうだ、あれ、そうだ、風の子さん、わかりません？この俺とセロスの共通点。共通点なんだ。共通点があるんです、実は。共通点、はい、共通点があるんですけど、実は真面目。ああ、そうかもね。いや、そうかも。じゃあ、カズノコさんからしたら俺とセロさん真面目に見えてないってこと？やっいや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 、共通点ですよ。実は真面目なんですよねっていうの。もうね、セロさん、俺らはね、ドラフトで選ばれずにここにいるっていう。まあ、あ、そういうことか。いや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 、とか思うじゃん。あ、じゃあこれ違う、これ。あ、じゃあもしかして俺らが勘違いしてる。俺ら勘違いした。違う全然そうなんだ。なんで逆に選んでないのかなってところ。そう狙わずに、狙わずに狙ったってこと？いや、そうなるほど。え、でも2ターン目ぐらいに選んだんですよね、違う？まあそうな、いやいやいや、選んでなかったんですよ。いや、そうなった。全然全力で戦ってましたけどね。そう、ああ、そうか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 。でも全力で、これだけはやして、あそこで負けたこと自体がめっちゃ悔しかった。取れなかったっていうことより、あそこで一先負けたことがめっちゃ悔しかったんだ。なるほど。うん、違いましたね、ほんと。それはマジでそう。いや、悔しいですよね。まあでもね、ドラフトはね、やっぱ強すぎる人を取るとね、やっぱいろいろ言われますからね。そうじゃん、ドラフトって。ドラフトっていうのがまた良くないんで。まあまあそうですね。まあ正直、あのシステムは、システムがね、ちょっとね、まあやばいなと、不幸なものが出るなって思って見てたけど、俺でよかった。いやいや、本当、あそこに出てる人はみんな、誰選んでも全然いい。え、そう、しかもそのやつなんだけど、ね、選ばなかった人を戦いで押し付け合うっていうのがね、良くない、あれは。いや、そうなんだよ。俺ドンさんの動きが全部俺いらないに見えちゃったもん、やっぱ。あー、アリケンさんが欲しくないから頑張ってるみたいな。ソニックブームが、アリケン、お前あっち行けのソニックブームに見えて、しかもそういう風に見えてた。そうソニックブームじゃなくて、いらないって聞こえちゃう。減らりすぎでしょ、それは。いやまあでも勝ちましょう。あまりものチームってことですか、じゃあ。そうそうそう、いやそんなことないですよ。ああ、全然プリロは2人に選ばれましたけどね。違うんだよ、これ聞いてよ、プルル。確かに違うんだよ、セロスが一番かわいそうなんだよ、これに関しては。え、そう俺が選ばれなかったってくだりを、その次のドラフトでもう一回セロスがやるっていう、2週目だから。で、どっちも同じチームに入るっていうね。ああ、なるほどね。不幸だった俺ら、この怒りをぶつけよう、全チームに。2連敗するってね、俺も。そう、でもめっちゃ、なんでこんなことが起きるんだと。でもめっちゃ強いんですよね、やっぱ我々。いや、強い、いや、マジで強いとは思う。強いとされてますね。めちゃくちゃ強いよ。中堅は任せてください、もう俺が全部倒すんで。だって いちゃいけないところにいるでしょ、アリケンさん。いや、そうなんすよ、違うんですよ、ね、俺がもともといたところに高木が座ってて、俺1個下に落とされたっていう。ああ、そうなんだ。そうなんだよね。高木に座を奪われるっていう。あ、へえ。まあでも勝ちます、全力で。いや、やりづらいとは思うよ、やっぱ。憎しみのね、アリケンさんがね。怒りのアリケンさんがね、全勝してね。
あ、そうだ、もう一回聞きたかったんですけど、はい、チームチャットの方に俺打ったじゃないですか、はい、今回はまあなるべく チームでのそのなんかコミュニケーションを取りたいっていうと、個人連もいいんだけど、まあ、コーチに教わるのも大事だと思うんですけど、うん、てか個人連が多分てか個人戦が大事になってくると思うんで、はいはいはい、ポイントとかがだからまあ個人連重視の方がまあ間違いなくポイント的にはいいかもしれないんですけど、まあ、ちょっとやっぱそっちに偏っちゃうとチーム感が薄くなっちゃうかなっていう、なるほどね、気がしていて、はい、でまあスクリーム期間中、まあ、なるべくまあチームでいてもいいんじゃないかなと思ったんですよね。いやもう毎日でしょ、毎日、うん、エブリデイ、もうなんならもうもう俺とプスさんはもう始めてますからね、トレーニング。ああそうですか。いや素晴らしい、教えてもらっても。あ、でもね、プスさん一個だけあの言っとく、中足ラッシュしかもうしなくなっちゃってるから、プスさん、はい、あれそう、あれダメ。分かった。あの悪い方向に歩んでた、あれ分かった。じゃなくて、風波いっぱい溜めて中盤、うん、再破傷、弱敗再破傷でお茶を濁しの、プスさん、はい、あ、そう、行きます。あ、そう、それでちょっと聞きたかったのは、はいはいはい、まあ、その方向でいいのかってことと、全然 OK です。あ、全然それは賛成ですよね、むしろ、はい、あ、マジですか。ちょっと俺ルール分かってないんですけど、レイジールール分かってない。ルールは個人戦なんですよ、まずは。はいはいはい。横並びと戦うことになるんですよね、ああそういうことか、同じラインの人たちと。はい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 。でそこで総当たりするんですよ。はい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 、なるほど。全員と戦ってでポイント、まあ勝てばいいっていうだけなんですけど、うん、はいはい、でそのポイントをそれぞれで集めて、うんうん、で、はい、そのポイント次第で決勝戦か3位決定戦かが決まるみたいな感じですね。あ、はー、全員に勝ったやつが偉いってことですよね。そう、もちろん。なるほどなるほど。そこはもうあれですよね、大将だからポイントが高いとかもないですか。ない。あ、本番ってどうなんだろう。いや、ないのかな。かってか本番はもうないっすよね。そう、今回結構なんかその大どんでんみたいなのがないルールだった気が。あ、ガチなんですね。そう、確かなんか下克上も ないそう。あー、なるほど、うん、確かなかったはず。あ、それは楽しいっすね、確かに。もうみんなが勝つように全力で、国兄に負けたくない、応援で。いや、結構でかいよ。男声でかいかな。国兄の声やっぱかき消すぐらい応援したいですよね、やっぱ。てか、あそこのチームみんな声でかいやつだね、今回。確かに。みんなでかいな。みんなでかいよ。国兄、マジでなんか、すごいんだよな、進化していくんだよな、目の前で。動き変えるのうまいっすよね、国兄。うまい。うまいっすね。わかんないものが来たら、でもとことんやられてるイメージある。あ、まあそうっすね、そうっすね。うんうんうん。知識はあんまりないんで。勝ちましょう。頑張りたいね。うん。同じ。よろしくお願いします。また明日。はい。また明日。また明日。また明日。お願いします。お願いします。お疲れ様です。